ずいぶん荒れた街ね。まるでゴーストタウンだな。気だなる地域は閑静な。何しやがるんだ。こいつらも。そのようですわね。よろしくって。本気で行きますわ。たわいもないわ。どうだ。お覚悟を。はい、おしん。因果応報というものですわ。キリがないぜ。次から次。こんなに大勢の人間を足にでき。どうした。フューリーですわ。おそらくクナ。なるほど。フューリーの話は、町のどこかにフューリーを祀る祭壇があるはずです。悪いな。どなたが。はい、おしまい。一丁上がり。お覚悟を。たわいもない。成功。始めます。やらせてもらう。次。お覚悟を。次。で、寝てろ。ま、俺にかかればこれぐらい。どなたが相手かしら。はい、おしまい。やらせてもらう。次。私としたことは。お覚悟を。たわいもないわ。寝てろ。どなたが。たわいもないわ。これくらい当然ですわね。どなたが相手かしら。どうだ。行きます。次。寝てろ。当然ですわね。どなたが相手かしら。さてと。
お覚悟を終わりですわね。どなたが相手かしら。やらせても次。これくらい当然ですわね。行きますわ次。覚悟しね。どうだ。行きますわ次。これくらい当然ですわね。行きますわ次。やらせてもらう。覚悟しね。一丁上がり。さて、一丁上がり。行きますわ。行くぜ。次。お覚悟、次。行きますわ。次。行くぜ。次。行きますわ。行くぜ。一丁上がり。もらう。私としたことはやらせてもらう。始めます。次止まりませんわよ。どうだ。先手必勝ってことですわ。たわいもないわ。次行きますわ。やらせてもらう。寝てろ。よっ。行きますわ。やらせてもらう。寝てろ。始めます。終わりですわね。寝てろ。ま、俺にかかればこれくらい。どなたが終わりですわね。寝ろ。お覚悟をたわい。先手必勝ってことですわ。次やらせて。寝てろ。行きますわ。さて一丁上がり。さて私としたことはさーてと、おまけ。どうだ。お覚悟を。やらせて。寝てろ。始めます。さーてと。寝てろ。やらせてもらう。行きますわ。やらせても。寝てろ。お覚悟、はい、おしまい。もーらい。奇襲成功。
おかず終わりですわね。仕上がり。行きますわ。はい、おしん。先手必勝ってことですわ。たわいもないわ。次始めます。覚悟しな。次本当に使えませんわね。行くぜ。どうだ。始めます。やらせてもらう。どうだ。お覚悟。次シュー成功。どなたが相手。やらせてもらう。寝てろ。どなたが相手。終わり。ボスのお出ましか。フューリーはもらっていくぜ。邪魔すんなっての。始めます。終わりですわね。やらせてもらう。行きますわ。覚悟しな。お覚悟を。ちょっとこっち。行きますわ。さーてと始めます。終わりですわ。こんなものかしら。そろそろ終わり。ちょっと何やって。お前は奇遇ですね。お前フェンサーだったのか。僕の方こそ。なんだと。一撃で敵を仕留めるなんて。あれは俺が倒したようなもんだ。人の手柄を。いったって。シャルマン様も。ええ、しかし今回本当に活躍。よろしければフューリーを集め。僕には夢があります。夢。ねえねえ、僕の夢、世界の平和だ。そのために女神の封印を解きたいんです。そうですか。僕一日でも早く。はい。なんて紳士的な方なんでしょう。シャルマン様とパーティーを組めばよかったですわ。何？優しくて強くてかっこよくて、シャルマンがパートナーだったらよかったのに。失敗しましたわ。失敗した。はあ、はあ、ふざけんな。
らっしゃいませ。いらっしゃいませ。お疲れ様でした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 。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。おかえり、待ってたよ。君がファング君か。そうか、俺の方がイケメンだ。おい、あんたら一体何者だ。俺に何か用か。私はハーラー、こっちは私のパートナー妖精のバハス。勝手に人の部屋に入りやがって。まあ、細かいことは気にすんなって。情報？ねえ、今どうかしましたか？ちょうどいい、今からティータイムにしようと思ってたんだ。おめえら、俺が作ってやったスイーツが食えるなんて。おいしい。こっちのタルトも初めて経験するお味で、ほっぺたがキューな。うめえだろ。おめえ、うめえ。ボロボロこぼすな。わうわうわう。あ、食べかす飛ばしやがって。もういい。なんだと？どこから？さてと、君たち噂は聞いてるよ。それを言うなら私の噂です。私の噂よ、この二人なんて。それは私のセリフですわ。お前ら君たち、超面白いね。妖精に興味が終わりなのです。まあね、私妖精…そんなことも知ら…妖精研究家とは、まだ未知の…その通り、はあ、この子が君の…視線で脱がされそう。妖精ってやつは、なかなかに面白い生き物でね。親友やして恋人なんてのもいるんだよ。妖精と人間のカップル？種族を超えた愛。ありえないし。ありえねえな。このバハスなんか、私にとっちゃ親みたいなもんさ。お前が身の回りのことを何一つできないからだ。炊事、洗濯、掃除。はいはい。ところで君たち、なんでフューリー集めてるの？もちろん、女神の風…俺はこいつの記憶の手がかりをさ…記憶ってこと…そ…珍しい、もう何年も妖精…おい、ファング君。は？え？ハーラ、無理を言うな。俺もだか？私も…体とか…い…そっか、残念。あんたたちが欲しがってるフューリーの一本が、シュケ数の塔ってとこにあるのさ。本当に？早速行ってみよう。情報を教えたんだ、私も。きえ、なんか…おい、ハーラ。記憶喪失の妖精なんて、きっと何か大きな秘密がある。それに、私はフェンサーでもある。なるほど、まあ、頼もし。こっちこそ、よろしく。まあ、妖精に詳しいんなら、よっ。このおっさん妖精も一緒なのかよ。お前ら、覚悟。毎日死ぬほどうまい。よろしくな、おっさん。
ます。あ？新しいスイーツを。すごい。そういうのってキュイキュイ。よせえ。で、そ、あまりにも生活力皆無のハーラを見るに見かねて、で、料理が上達するとだんだん。凝り性ね。まあ気づけば掃除洗濯。細々とした身の回りのせいでもな、うん、それはな、バーハス、ただの世間話だ。そうそう、私のパンツどこにあるか知らん。風呂から上がって新しいの用意してなかったことに気づて、今パンツ履いてないのか。履かなかったって死なないよ。そういう問題じゃない。それにパンツをしまった場所は、あん、そうだったっけ。ねえ、甘やかした結果がこれだ。パンツパンツってよく連呼するわね。キュー。だけど身の回りの世話を焼きすぎるとああいう風になっちゃうってことなのね。いい反面教師だわ。お互いパートナーは甘やかしすぎないようにしなきゃね。キュッキュッ。ところでさっきの世間話って何の。いいから早くパンツ履け。見せてもらおう。冗談。
私のモットーは仲間になったからには。ロロとかいう。え、部屋はもちろん。もしも願いが叶うなら、たまには。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。